はい、どうも皆さんこんにちは。座れる休憩場所検索と、ファインドマイタウンというサイトを運営しております、ペンタでございます。本日もよろしくお願いいたします。今日はですね、小田急線の新百合ヶ丘駅に、来ております。今新百合ヶ丘駅のですね、中央西改札口の前にいるんですけども、今日はですね、あの12月の、15日、14日ですね、土曜日なんですけども、すごい人通りが多いですね。駅前のこの、なんて言うんでしょう、エルミロードって書いてありますね。ミロードって書いてあるから、これ新宿のあのミロード系列なのかな、って感じなんですけど、皆さんね、どこ行かれるんでしょうね。なんかね、想像してたよりすごい人が多くて、やっぱり新百合ヶ丘ってね、なんだろう、まあ、ベッドタウン的な位置にあるんですけども、新宿からまあ25分ですね、ございまして、そうだな、ちょっと駅改札口のところに路線があると思うんで行きますけどね。新宿からですね、25分ですね。新百合ヶ丘はですね、快速急行、通勤急行といったですね、小田急線の優等列車がすべて止まりますので、なんだっけ、渋谷まで2駅で行けるっていうね、下北乗り換えで、そんな、歌い文句でね、マンション販売とか、のチラシ見たことあるんですけども、はい、そんな感じの駅ですね。で、今この、エルミロードのところ、右側が北口で左側が南口になりますね。で、南口の方はですね、なんだろうな、大型商業施設がいっぱいあるってことなんで、ちょっと見ていきたいと思います。新百合ヶ丘自体がですね、僕としてもね、2回目ぐらいで、あんまりね、ここもまた申し訳ないですけど、土地勘がないものですから、まあ、周辺いろいろ歩きながらですね、こう紹介していきたいと思います。はい、で今改札の横にですね、パン屋の北欧小田急系列があったりとかで、あとはこう小田急 OX の、ね、マートって書いてある、これはあれかな、小型の、小売店なのかな、なんかコンビニをね、もう少しこの小田急 OX 並みの価格にした、そういった路線のお店なんでしょうかね、ここはね。なんか成城石井みたいな、そういったポジションを狙ってるのかもしれないですけど、はい、という感じで、まあ、クリスマスが近づいているということもあってなのか、結構、なんだろうな、多くの人が外に出てるのかなという感じなんでしょうかね。はい、ここのですね、小田急アコルテってちょっと書いてあるんですけど、逆光で見えにくいかもしれないですけどね、ここの要は駅の上ですね、小田急の駅の上にお店があるのかな、なんか、ミスドとか KFC とかやる気ジャヤとかね、サティワン、オートヤ、トリーチかって書いてあるんですけども、小田急の、南口の方出て、この横にあの、KFC とかミスドが、あるといった感じですね。はい、で駅前の横にですね、このオーパっていうね、将棋施設があって、オーパっていうとね、あの大宮のね、オーパを思い出すんですけども、がありますね。この小田急新百合ヶ丘駅の、アコルテのこのね、なんだ、アーケードっていうのは、ありますけども、ここからちょっとね、ぐるっと回ってみましょうかね。はい、新百合ヶ丘ですね、駅周辺案内ということで、こんな感じになってます。ここのね、駅周辺案内のところにね、音符書いてあるんですけどね、昭和音大が近くにありますので、新百合ヶ丘も音楽の街としてもですね、まあ、そういったシンボルマークが描かれるのかなというところですね。はい、で今あの現在地ね、あの新百合の南口であってるのかなにいまして、この駅周辺一帯がですね、あの商業施設で囲まれていると。で、あ、違う、新百合ヶ丘ですね、あの麻生区なんですよね、川崎市北部にある麻生区なんですけども、麻生区の区役所とかですね、すぐ近くに、ありますので、駅から徒歩2分ぐらいかなっていうところで、まあ、結構ですね、その行政的な面も、便利な、ところですよね。はい、じゃあここから、歩いてみましょう。でこの左手にこの、オーパー、見えてきますね。でちょっとビル風があるんで、少しですね、あの風切り音が入ってしまうかもしれないですけど、ご了承ください。で、このオーパーの隣が、ミロードとイトヨカドとオラキオクスとかだな、感じで、あとフィットネスクラブ、ティップネスとか、あとスタバも入っています、ね。
で駅周辺の、ロータリーなんですけども、ですね、まあ、こんな感じで、バスが、さまざまなバスが発着しています。新百合ヶ丘から、まあ、各種住宅街ですね、この放射状に伸びているというちょっと情報を入手しましたので、まあ、そういった面でもね、このバスを使ってですね、結構移動される方が多いのかなというところで、バスロータリーのところは、こうなんだ、サークル状に整備されているという感じです。でこのね、正面に見えるこれがアポルテっていうのかな、で、その奥は何だろう、あれはイオンかな、うん、ちょっとは分かんないですけどね、行ってみましょうか。ちょっとですね、なんでこんな人通り多いのか、みんなどこ行くんだろうって感じなんですけど、まあ、そういった面では新百合ヶ丘で結構お買い物とかね、お食事が済むのかなっていう、感じもしますけどね。はい、でオーパーのテナントなんですけども、オーパーですね、ユニクロと ABC マート入ってますね。であとは、美容室とかですね、あとは無印も入ってますね。あとキャンドゥも入ってるんで、まあね、結構普段のお買い物便利かもしれないですね。あと FJ ドラッグっていうちょっと分かんないですけど、ドラッグストアもあります。なんかオーパっていうとね、大宮のイメージだとね、もう少し若者向けのお店が多かったような印象もあるんですけども、ここは結構なんか、なんですね、ファストファッションとかちょっとまあ、チェーンの固いお店が多いかなっていう感じですよね。でここのホテル、モリノっていうところ、ここはデザートタイムっていうことでね、こんなんだけど、いろいろデザートセットが、楽しめるようなとこもあるみたいですね。ここ行ってみたいですね。で、ここからなんか、街路樹がいろいろ見えてきましたけど、まあ、朝奥ですね、結構緑が多い街って聞いてましたんで、こういったですね、まあ、緑が多くてファミリーも住みやすいというところ、そんな印象もあるんですけど、でここはミロードがあってスタバがあります。でここのエスカレーターフードエリアですなのかな、のエスカレーターって今クリスマスのね、ツリーでなんかデコレートされてますけど、はい、でミロードの1階はそこはなんか円形ベンチになってあそこ座れるとこありますね。ちょっとね、新百合で休憩したいなって時はあそこのベンチいいかもしれないですね。はい、ということで、で今このね、ミロードのところから、新百合ヶ丘駅の方を見てるんですけども、ここの目の前のこのオブジェのシンボルマークは、これは、何だろう、何を示してるのか、ちょっと書いてないかな、ちょっとね、説明が気はないんですけど、ちょっとよくわからないです。はい、でこの正面もこれもね、冬は多分ね、冬っていうか今冬なんですけど、イルミネーションで夜は綺麗に入るのかなってところですね。で あっちのね、小田急のね、アコルテの左側のビルはこれはイオンでしたね。はい、イオンがあってイオンスタイル、あとイオンシネマもあるんですね。だからね、映画見たいなって時もね、新百合ヶ丘で見れるっていうのはいいかもしれないですね。あ、でここのね、イルミネーション、これダックちゃん可愛くないですか、これかすごい可愛い。なんかさ、こういうイルミネーションのね、オブジェって見たことなかったんですけど、これすごい可愛いじゃんね。あ、いいな、夜行きたいね、夜ね。でここもね、休憩スペースになってて、座って休めるようになってますね。結構なんか、子供連れが多くて、ここのなんか、ウサギとかリスの、オージェもすごい可愛いんですけども、でこうね、オーパとミロードがドンと構えてますけど、あ、ミロード糸魚川堂とこれ一緒になってるのね、多分ね。でじゃあちょっとですね、どう歩いたらいいかなって考えたんですけど、まあ、あれだな、ぐるっと新百合ヶ丘駅周辺を、ね、歩いていってみましょうかね。なんかね、予想以上に、ね、人が多くてね、なんだろう、もう少し落ち着いてね、撮りたかったんですけどね、ちょっと、ね、雑になっちゃったかもしれないですね。せっかくなんでこうね、イトヨーカ堂の、インフォメーション、どんなお店入ってるのか見てみましょうかね。
レディースファッションとかですね、この1階のフロアはね、スターバックスとか、アース、とか、あとは2階は ABC マート、あと、ナナズグリーンってもありますね、3階は雑貨、病室、カフェ、4階は書籍になってますね、有林堂とか入ってます。5階からレストランになってて、屋上はバーベキューテラスとか、あとフィットネスクラブもティップネスがあるという感じですね。で、ここにね、どんなレストランがあるかっていうのを書いたんですけど、どうしようか、5階、まず5階はですね、11時から夜の10時半までやってますね。とんかつワーコーとか、あとオーガニックレストランのクラフトファーマーズなんて、これ女性にも人気そうですけどね、とかあったり、ハンバーグステーキのシェーンズバーグ、これわかんないな、とかしゃぶしゃぶとかね、ダッキーダックとか、鳥鉄かとか、ワカフェご飯の茶碗とか、これもなんかいいんじゃないでしょうかね。で今度カフェですね。カフェはさっきですけどね、ナナズグリーンっていうね、倉敷コーヒー、スタバ、このダージリンってこれなんかいい感じですね、パンケーキのね、お店で、あとはグロッサリージェラートドーナツ、あとフルーツジュースとかね、オムレたい焼きとか、たい焼きもいいですね、はい。右手のなんかリソナ銀行、リソナ新百合ヶ丘ビルって書いてあるんで、なんか支店があるんでしょうかね。あ、その隣は水保証券だって、結構なんか金融センター的な感じなのかな、川崎市北部、朝奥のですね、金融センター的な立ち位置なのかもしれないです。あとはビザビとかですね、あと皮膚科、アレルギー、呼吸科、とかありますね。であとは、明治安田プルデンシャルとか、ペデストリアンデッキをですね、ずっと進んでいくと、このマプレ専門店街っていうところに、出てきました。ここはですね、左手にね、川崎西合同庁舎が、ありまして、ここは何があるのか、なんか商店街的な感じなんでしょうかね。税務署とかですね、あとは法務局とか、東京出入国在留管理局とか、横浜支局の川崎出張所とかありますけど、ちょっとね、ショッピングセンターなのかな、2階建てのもありますけど、ここはね、マプレグルメガネ、結構この看板がね、昭和な感じしますけど、インフォメーションとしてはですね、なんか餃子屋さんあるよ、ダンダダン酒場か、あとスープカレーとか、すごい人並んでますけどね、あそこは人気なのかな、なんかすごいよ、だって15人ぐらい待ってますけどね。マプレっていうことで、そこのね、グランドレベルのところ、 G 階でしたっけ、それをちょっと後で行ってみると思います。でここはね、あれかな、インポート系のあれかな、食材とかじゃなくて売ってるのかな、こうね、原宿舶来食品館って、これは結構面白そうですね。ワールドインポートフーズって書いてあるんで、なんかね、あ、いろいろ売ってますね。オートミールとか売ってますけど、安くないですか、全般的に、ね、クッキー100円とか、ね、フルーツクリスプとかいろいろ売ってて、あと家庭でね、タイ料理が楽しめるような、おうちエスニックっていうね、ワードもありますけど、そういった食材も売ってるんでしょうか。
まあ、新入川がね、こっちのマプルの方は若い人は少ないですね。どっちかというと、マダムっていうか、ね、そういった年齢層の方が多いのかなっていう感じですね。で、この上もなんか自然派化粧品とか、あとは、なんだろう、ステーキ屋さんかな、があって、そこはね、チットチャットっていうなんか酒場なのかな。でも結構ランチで賑わってますね。ここもなんか、マダムぐらいの世帯が多いんですけど、はい。とかなんか言ってる間にね、マプレ商店街か、終わりが見えてきましたが、こういったところにもちょっと下に降りるところがあるかな。ちょっとグランドレベル後で行きたいと思うんですけど、でもね、こうやっぱね、自然に囲まれたところですね。こう緑があってね、新入りがんかやっぱそういった、ところが、ありそうですね。で、ここのなんだろう、もう絨毯街がずっとこう続いてるんですね。こうずっとこう、ね、だから地図で言うとね、今ここら辺にいます。だいぶそのバスターミナルから歩いてきましたね。もう今その新百合ヶ丘駅から徒歩どんくらい歩いたかな、6分くらいかな、歩いたところですね。だからここどうしようかな、ここなんかずっとね、こうなんか歩いてって行ってみましょうか。こうやってね、この新百合アートパークスとかちょっと気になりますけど、はい、行ってみましょうかね。だからここから下に下ればいいんだな。で、マプレ商店街抜けるとですね、もうなんか静かな、住宅街ですね。あ、もうほら、一戸建てがずっと続いてますね。さっきね、ぐるっと回りたいって言ったんですけど、ちょっとね、このね、マプル専門店街の G 階、の方にもね、グランドレベルの方に行ってみたいと思います。ここね、さっきね、ちょっと見落としてるんですけどね、小屋の作緑土って書いてあって、昔この付近は細長い沢で、周辺の山には、茅場などの村落共有地があり、そこには共有林などを管理する小屋があったので、いつしかこの地は小屋の里と呼ばれるようになったという。このため、このため小屋の砂緑道としたって書いてありますね、この石碑に。ちょっとじゃあこの小屋の砂緑道をね、歩いてみましょう。ここなんか、確かにね、細い道はずっと続いてますけど、ここは結構なんかいいですね。で、新百合ヶ丘ですね、今ペデストリアンデッキが上がってきたんで、こうやってちょっと坂になってますね。ここを下っていくと、マプレ専門店街に行けると思ったら通り過ぎそうだ。どうしようかな、これ途中降りれないのかな、ね、でも散歩楽しいんですけど、どうしよう、お店見逃しちゃうな。あー、どうしようかな、ちょっとストップ。はい、ちょっとじゃあ戻ってきたんですけど、ここからね、専門店街の方に、地下1階、G階の方に行きます。よいしょ。このちょっとね、古めのビルの階段を降りてって、結構これ標高差ありますね。確かにね、小田急線って断面図で見るとね、すごい標高差があってね、隣の、柿尾と新百合ヶ丘でね、だいぶ標高差、50メーターぐらいあるって見ましたけどね。あるそうです。ここもなんか、なんだ。M スラッシュっていう、なんかあれか、西洋系の料理屋さんかな。あ、違うか、料理屋さんじゃない。ネイル屋さんですね。美容院でしたね、があります。で、ここは、ナッチュっていう自然食品館。こっちか。ありますね。ここは結構ね、大人女子とか、好かれそうなところですね。で、あとカフェ&バーとか、東京ライス、
読めないワインか、うん、あ、東京ライスワインとか、ありますね。そこのねガラガラってお店ね、すごい人が並んでますね。でこの隣インド料理屋があって、スープカレーって書いてあるけど、ね、メニューはこんな感じで、スープカレーとね、あとね、シングルランチ、ダブルランチって書いてあって、で大体1000円ぐらいですね。ダールから野菜からバターチキンとかいろいろありますけど、ここはあのコラーゲンスタジオがあって、コラーゲンスタジオってよくわかんないけど、でもコラード新入学校店って書いてあるからチェーンなのかな、ございます。でここの丸山のり店、ここは創業安政元年って書いてあるんですけどね、新入学校店って書いてある、他にもあるでしょ、ほうじ茶とかお茶系、ここはローストデザインコーヒー、あ、ここはなんかコーヒー好きだったらなんか行ってみたいお店ですね。ここね、あのハンドトリップでね、450円って書いてあるんですね。お好きなコーヒー豆選べますとか、カフェラテとか、本日のコーヒーだったらね308円ありますけど、結構この店内が、シンプルで、おしゃれですね、うん、新宿じゃない、新百合でちょっとコーヒー飲みたい時に行ってみていいかもしれないですね。で今マップでのねちょっと下降りてるんですけど、ここもなんか、炭焼きお店があって、ここもランチで賑わってます。炭焼き多いですねこの辺ね、あとはこれはワンか、さてどうしよう、こっち行ってみようか。フラッペとね、フラッペとエスプレッソって書いてありますけど、これはあれかヘアサロン、ネイルサロンですね。でアジアンビストロのお店とか、あ、ここはですね、チキンライスとかガパーとか、ありますね。あとパッタイとかあるね、タイ料理とかね、アジアン系は結構こうね、なんだろう、楽しめるお店かもしれないです。よいしょ、ハイブリッドホームっていう、これはなんだろう、なんかいろいろこう、なんだろ、小物を置いたりとかね、そういった、なんていうんだこういうの、インテリア系の雑貨屋さんなのかな、ちょっと言葉がうまく出なかったお、なんか急におしゃれなお店が見えてきました。ここはピザハットがあるんですけど、ここは何屋さんだ、ここはなんか女性人気そうだな、あ、ここね田園ポテトって書いてますね。ポテトって書いてあるけど、中はですねココットとかありますね、野菜のテリーヌとか、ランチオープンサンドキッシュ、あ、これはいいな、これ女性人気でしょうね。だいたいコースっていうかね、セット料理になってましてね、自家製パンの食べ放題、あとシェフにお任せの本日のスープとかね、デザート、皿盛り、コーヒー、紅茶。でもセットでね、1500円とか1400円で食べれる、お店ですけど。はい。それではさっきのですね、田園ポテトの路地から、ちょっとね、大通りっていうか、車通りが多いところに出てきたんですけど、そこの角にね、クリーニング屋さんとか、あって、あとこの右側にね、ちょっとしたクリニックビルがあってね、耳鼻咽喉科、内科、歯科矯正、形成外科なんて、あって、処方箋もありますね。で、このね、左手のね、なんだろう、大きい建物はこれ何でしょうね、これ何だろう、奥に見えるのはマンションで、あ、これあれですね、昭和音大ですね。
はい、で昭和音大の前ですね、この新百合アートパークスって書いてるこの芝生のエリアがあるんですけどね、この公園はなんか入っていいのかな、うん、なんかね、あのパブリックアートっていうか、なんかオブジェがあって、なんだろうね、あ、このかね、日本一とね芝生公園にしたいって書いてありますけどね、国土交通大臣賞受賞なんて書いてありますね。なんかここら辺は和やかなとこですね。ここのあの、昭和音大のキャンパスで、そこの目の前にもねベンチがあって休憩できるような、環境になってますね。この辺は結構なんか、開けててね、緑があるような環境ですね。なんか小鳥なんかもね結構遊びに来てたりして、ここはなんかファミリーで訪れたいと思うんですね。ここにあのなんか、敷いてねご飯食べるのもいいかもしれないですね。昭和音大この小文字型の囲まれたキャンパスになってますね。ね、綺麗なマンションが周辺にあります。この辺のマンション高いんだろうな多分。新入りは結構高級路線ですからね、あの、小田急の中でも、川崎市なんですけどね、全然川崎市の感じがないですよね、こう見ていくとね、うん。はい、ということで先ほどのですね昭和音大の階段上がってみたんですけど、あ、ここはここなんか芝生のエリアになって、そこ、あ、このベンチいいな、ここなんか癒しのスポット多いんだよね。入ってね、男はこのベラベラ喋りながら昭和音大入るの、まあ、どうなのかなって最初思ったんですけど、これここのベンチ素敵だね、いいねこの構図。基本大学はオープンだから人が入ってもいいはず。はい、ちょっとじゃあ上に上がってきました。この辺から、これ公道ですかね、右側が。でここがね、あ、カフェテリアになってる。お、なんかおしゃれっぽいぞ。あんまりねそんななんか込み込みじゃなくて、落ち着いたお店ですね、ここね。あ、料理としてはね、あのスパゲティがありますね、スパゲティと、あとねコーヒーもね、アイスコーヒー250円とかね、カフェラテも300円とか、結構いいですね、意外とリーズナブルで。なんかねジェラートもありますね、アイスクリームかがあったりとかして、あ、これかな、小田急の変電所かなこれ。あ、あと何これ、究極ラーメンって、これ町田屋ってある、いいじゃん、究極ラーメン。これあれかな、もう昭和音大生御用達の、お店なんでしょうかね。ここはね、あ、東電のですね変電所ですね。あ、東電の変電所だ。でここはね太陽の子って駅前保育園とか、ルート66って、これはなんかバーかながあったりしますね。はい、それでは昭和音大の前のですねこの階段を、降りて、デッキから下に行ってみましょう。ここはあのイオンの駐車場ですね、入り口になってますね。でそこの横にあるのは、ここでね、あ、そうだ、紹介し忘れたんですけど、新百合ヶ丘ね、小田急多摩線も使いますんでね、小田急多摩線が出てるんで、小田原線多摩線が使えるという駅ですね。多摩線はですね、京王多摩センターとか、あ、京王じゃないね、小田急って言った方がいいね、小田急多摩センターとか小田急長山とかですね、そっちの方行く路線で、あの唐木田まで行ってますね。唐木田に、車庫があってね、今唐木田までなんですけど、将来的にはね、あの JR 横浜線の相模原駅までつながる、延伸するなんていう計画も、あるみたいですね。でもっと言うとですね、あの新百合ヶ丘ですね、今あの横浜市営地下鉄のブルーラインが、あざみ野までなんですけども、それを、ね、新百合ヶ丘まで延伸しようなんていう計画もね出ていますね。
なんかいろいろ見てみると、まあ新入川かね、まあ、神奈川県の川崎市の中でもね、まあ、大きな駅なんですけども、その新横浜とか横浜とかね、神奈川県 の, その中心部にね、つながってない、駅なんで、まあ、そこをですね、まあ神奈川県中心部に、つなげるために、その、ブルーラインを延伸して、要は新横方面まで行けるようにしようっていう、まあ、そういったね、考えがあるみたいですね。ここもね、ずっとね、自転車駐輪場があって、並んでます。ここ安いね。24時間80円だって。安い、ここは。まあ確かにね、駅からちょっとだけ離れてるよね。そんなに大きく離れてないですけどね。で、上もこれね、デッキで繋がってて、まるでなんか多摩センターみたいな景観ですね、こういうところはね。はい。で、今どこ歩いているかというとね、ここ出ましたね。だから昭和音大南校舎からね、アートパークス歩いてって、サティビブリって書いてあるこうイオンですよね。今名前変わっちゃってますけどね。だって、ここにいます。だから、こうやって行こうと思ってるんで、まだね、半分ぐらいあるかも。はい。寒さとね、あとなんか、冬の乾燥でちょっとね、喉がカラカラしてきたんですけど、まあ、引き続き頑張っていきます。これはね、下歩いてった方が楽しいのかな。どうなんだろう。でもね、あ、小田急線見えますね、あそこね。やっぱね、小田急線のね、快速急行が止まるっていうのは結構アドバンテージですよね。新百合からですね、快速急行で、使うとですね、新百合の次は上りと止まりまして、その次下北沢で新宿といった感じなんで、新宿まで3駅ですね。以前は上りと止まらなかったんですけどね、南武線の南武線に乗り換えできる駅ということで、上りとにも止まるようになって、新宿までは25分、百合ヶ丘から、新百合ヶ丘からかかります。あとね、ロマンスカーも止まるんですよね、新百合ヶ丘。だから箱根とかね、そういうところ行きたいときは、本数は少ないかもしれないけどね、使えますよね。で、もう一つ次のはね、メトロか、なんだっけ、メトロのメトロロマンスカーだっけ、忘れちゃった。でもね、メトロから出てるその、指定席の、ロマンスカーの車両が、新百合ヶ丘にも止まると思いますので、それを使えば北千住からですね、まあ、大手町霞が関ってね、そこから座って新百合まで帰りますと。まあその代わり有料ですけどね、それが止まるです。メトロホーム A だ。そう、メトロホーム A が止まる駅ですね、あります。で、ここなんか浅尾小学校があるんですね。今軌道の下潜ったんですけど、この浅尾小学校、今ちょっと門は閉鎖してるみたいですけどね、あります。やっぱり新百合ヶ丘はこうね、再開発された街だけあって、個人商店っていうのが全然見当たらないですね。だから本当に駅前のその大型商業施設を超えちゃうと、もうあとはなんだろうな、まあ行政施設がちょこっとありますけども、それ以外はもう飲食店とか全然見当たらないっていう感じですよね。で、今麻生区役所南側ってあるんで、ちょっとこっち行ってみますか。ここもずっと上り坂ですけどね。はい。でね、ここのね、道ね、大善寺の方に行くんですけど、こう真っ直ぐとね、東名の方、東名高速道路の方につながって、インターに行けるみたいですね。こっからですと、横浜町田インターかな、東名川崎かな、どっちだろう。でも、あざみ野が近いってことは、あれかな、横浜、あれ横浜、あれ青葉だっけ、横浜町田と横浜青葉ってありましたっけ、インター。ちょっと忘れちゃった。でもまあ、繋がってると。
というところですね。でここの坂を登っていきます。やっぱり新入りが丘は標高差がありますね。こうね、高低差があって、やっぱ丘陵地帯だからかな。お年寄りはちょっと大変かもしれないですね。ママチャリもこれ電動付きアシストもいいかもしれないです。まあ駅近のマンション住めればいいんですけどね、一番ね。はい、あ、そこになんかね、夢庵が入ってるよ、ファミレスの。これなんだっけ、これ。でっかいの。あ、うん？なんだ？ちょっと後で行ってみましょうか。これなんだっけな、これ。右の大きい建物はね。この左側が、これが、あ、麻生区役所か。あ、見たですね。このレンガの、レンガ調の建物。駅からは近いですよね。右手側のね、ベルストレンデッキ上がればいいんで。あとここの建物もなんか浜寿司とか鳥木とかドラッグストアセイムスもありますけど、上等カレーってなんだ、気になるな。ありますね。このビルなんだろう。ちょっとね、表側行かないと分かんない。今裏側に行っちゃってるからね。はい、平和の調べの像。こっからあの麻生区役所ですね。で、あそこはね、正面の上の麻生文化センターですね。ここはね、あの市民館とかね、市民ギャラリー、あと図書館があるみたいですね。なんかでも綺麗に整備されてる。なんか、レンガ調の建物でちょっと、なんだろう、麻生文化センター図書館で、こっちの左側少し建物古めなんですけどね、麻生区役所がございますね。で、そこにもなんかベンチがあって、うん、ホールの前にもね、座って休憩できるベンチがございます。はい、じゃあ麻生区役所行ってみました。なんかね、みんなスマホいじりながらね、歩いてる人多いなと思って、結構ね、お年、年配の方から、若い人も多いなと思った。これ、ボケストップになってないわね。だからこんな人がいるんだ。ポケモン GO は私ね、やってないんですけどね。非常に人気ですよね。うん。ここなんか、麻生育ちのね、野菜直売所なんていう、あったりしますね。ね。あとは、ここは小田急のあれか。あ、ここはね、新百合ヶ丘駅のね、北口の方になりますね。北口のロータリーなんです。北口ロータリーは、ペデストリアン駅から一段下がったところにあって、割とこじんまりとはしてますけど、そこにね、一応アコルテっていう、やって、なんだろう。あ、マクドナルド。あ、ジョナサンが入ってますね。で、北口の目の前にこれ一応パチンコ屋があるんですけど、なんか外観がパチンコっぽくないですね。なんかやっぱり新百合の街並みにこう合わせてるんでしょうか。で、北口のね、アコルテ北館っていうのがある。はい、ここはですね、またね、お店入ってまして、うん、1階はマックとかドコモショップがあって、2階がね、飲み屋、牛角とね、ジョナサンがあって、あと3階はボンチャありますね。ボンチャ、松木用、ジーンズ、スタバっていう感じでありますね。あと北口はこうなんか昭和アカデミックミュージック、ん？昭和音大のなんか、北口のちょっとしたビルがありますけど、このキャンパスになってるんでしょうかね。ちょっと北口からですね、この坂降りていってみましょう。こうずっと坂だな。こう右手側になんかね、お店がありますよ。ね、一品料理の店とかね、串焼きとか、
あと中華料理ありますけどね。あと中華料理はね、アンカローっていうのがよくわかんないですけど、あ、でもなんか定食セットとかですね、なんかやっとこういうお店見つけたって感じですね。とんかつかつ市、ありますね。ランチメニューとか、800円とかで食べれる。かつ市は行ったことないな、ね、あとね、これなんかパン屋さんがありますね。これはね、なんだ、ピュア、お店の名前がわからない。あ、ケルンってお店ですね。オーガニックの小麦のパンとかね、いろいろあって、ここはなんかいいですね。なんかパン屋さんも今までずっと悩みなかったんで。あとこの不動産の東和っていうあの看板も結構なんか古いですね。さて、北口降りてね、歩いてみましたけど、この左手はアジアンガーデンとか、なんかお店もありますか、あとはヘアサロンですね。で、こっちに行くとまたなんか洗練されたエリアで、なってますね。あ、ここね、小田急 OX がありますね。ちょっとあのお高めのスーパー。いや、ここ津久井堂だ。あ、ここ津久井堂ですね。なんか津久井堂だから、これずっと行くとあの三茶まで行きますよね。これね、渋谷とかね、ずっと繋がってます。だから新百合のメインロードはこのね、津久井堂になりますね。そうするとね、北口の街の様子ですね。スクイード、ここは交通量多いですよね、やっぱね。うん、ずっとこのね、多摩川を越えてね、上りと越えて多摩川を越えてね、狛江とかね、あと成城学園のそっちの方行く、行く道ですよね。結構スクイード混みますんでね、朝ね。うん、ちょっと車の通勤大変かもしれない。で、この小田急 OX が、ありますと。ここら辺はなんかテラスになってて、ずいぶんあれですね、綺麗ですね。はい。で、小田急 OX の前はこのね、テラス席みたいなって、ここはね、自由に使えるみたいですね。一応ね、ご利用時間っていうのあって、まあ、5月から10月は4時半、11月から4月は18時まで、ね、利用できるということで、だからあの、小田急 OX でね、買ったお弁当とかね、ここで食べたりするのいいかもしれないですね。そこはあの、瓶缶とか、あの、ゴミ箱もありますんでね。街灯もおしゃれですよね。なんか、なんだろう。ちょっとよく、こっち側にはないのか。街灯がおしゃれ。あと、ここの、だんだんなんてなってこのマンション。これ高そうだな。これ、ここら辺は、なんか、ね、住みやすそう。あと、早稲田がありますけど、ね。でも、あれだよね、あの、新百合ヶ丘周辺で激安、激安って言ったらあれだけど、リーズナブルスーパーがないな。小田急 OX だよね、ここで買うとしたらね。結構高くつくんじゃないかな。あと、ここは、手打ちうどんのお店とかありますね。あー、ずっとこう繋がってんだ。あ、ここのね、奥もね、ずっとね、マンションがあってね、ここのね、右手の奥もずっとマンション。すごいな。本当になんか、新興住宅街。新興マンション街って言ったらいいのかな。でも、まあ、再開発だとだいぶ前ですけどね、新百合ヶ丘ってね。こんな感じでずっと続いてます。で、ここのなんかね、あの、街灯っていうか、これなんかおしゃれですね。デザインがね。ここは、川崎アートセンターとか、ここなんだろう。さっきスーパーないって言ったけど、あれかイオンで買えばいいのかな。イオンって江戸川あるから、まあなんとかなるか。駅前で買っちゃえばいいんですね。でも、まあ夜そこまでやってるスーパーはないんですけど。はい、川崎アートセンターでございます。ここは、あ、映画館とかあるのかな。映画館があるみたいですね。人生ただいま修行中だって面白いそう。へえ。あ、なんかこうやってね、
保育付き上映とかもありますけど、タイムスケジュールでね、あ、映画館なんですね、これちっちゃい。あ、いいですね、なんか川崎市が運営してる、ミニシアターって言ったらいいのかな、ありますね。すいません、つくい道って呼んでたんですけど、つくい道なんですよね。本当、俺ずっとつくい道って呼んでた。はい、ここは左手が大滝 OX で、で、こっちがですね、十二神社って書いてあります。これ神社なんですね。こんなとこあるんですね、新百合ヶ丘。ちょっと行ってみましょうか。新百合山手地区って書いてある。さあ、冒険だ。なんか、さっきのね、散歩道はじめ、こういったちょっと緑のあるところもある、ね、あるのが、新百合の特徴なのかな。あ、なんか、綺麗な神社がある。あ、なんか、いいな。森林浴。平成17年って書いてあるから、まだ新しいな。なんかこう、新百合ヶ丘の上に上がってきたって感じがする。ああ、綺麗な神社ですね。なんか、新百合のオアシス、癒しスポットみたいな感じでしょうか。あれすごいね、あのマンション。ダンダンダンってなってんの。すごいな。あれ高いんだろうな、一番上の階。日当たり良くて。で、ここ目の前なんか公園になってますね。うん。で、周辺は、やっぱりマンション、ちょっとありますけど。でもその奥は、戸建てが多いのかな？何を抱えてるんだ。受け持ちの狼って書いてあるね。受け持ちの狼は日本書紀に受け物の神と記述され、五穀と、海の幸をもたらした食物の神様だって。あ、そうなんだ。ん、あ、でも創建300周年って書いてあるから、これまた建て替えたのかな。で、あのね、だんだんとなってるマンションの向こう側はそこね、ずっと一戸建てが続いてますね、丘のとこに。はい、今の公園ですね、万福寺お社公園っていう名前だったみたいですね。で、ここからまああの、ずっと住宅街抜けていきますけど、ここもずっとあの、マンションに入り口ありますけど、これはどうしたらいいんだ。こう登るのかな。よいしょ。これなんとか作り道の方抜けられないかな。またあの神社戻るのちょっと大変だな。あ、抜けられそう。このマンション前もベンチがありますね。マンションの前からですね、ここ降りてって行ってみましょうか。そこでも小田急のなんか軌道が見えますね。うらうら、殺しそうなやつ。ここはね、あの、小田急の線路がずっと、見えるんですけど、電車走ってないのかな。電車走ってたらね、なんか、いい感じなんでしょうけど、走ってない。うん。もうじゃあ、マンション横の、なんか三叉路みたいなところ、マンションの入り口なんでしょうね、多分ね。ちょっと通ってきました。でも多分あの、なんだ、公開空地になってると思うんで、別に歩く分には問題ないと思いますが。あ、一応ね、注意書きあって、
ガーデンアリーナ新入の敷地内なんですね。飲食は禁止ねって書いてあります。まあ通行のには別にいいって書いてますけどね、はい、このマンションの前にもこうなんか段々ととなんかなってて、なんか地面この柔らかいやつ子供は転んでも大丈夫なやつかなになってますね。そこにあのなんか素敵な、あずまいがありますけど、こうなんか散歩できるような道になってますね。電車見えますね。小田急線走ってますね、これ。あ、さっきこのね、東屋からね、この電車見れるのいいですね。はい。で、ちょっとここの木道、ずっと歩いてって、下降りましょう。よいしょ。やべえ、これ転びそうになる。危ない危ない。よし。よいしょ。でさっきのね、あの丘が色彩の丘っていうらしくて、この万福寺親城公園の一部なんですよね。でそこの上にもですね、なんかあのなんかパーゴラっていうか休憩スペースがある。ちょっと行ってみよう。おっと、なんかこう四季を感じられるあのエリアですね。まさに色彩の丘という名にふさわしいところなんでしょうけど、よいしょ。なんかあれをずっと奥繋がってんのかな。スニーカーでなかなか歩きにくいけど、あでもここずっとなんか散歩道繋がってて面白いですね。あ、これもベンチありますよ。ここもいいですね。なんかゆっくりするのに。一応ねこの丘のベンチからでこう小田急線のね、電車眺めながら休憩することができるんで、なかなか鉄道好きにはいいかもしれないですよ。ねえ、なんかベンチ座ってぼーっとしたいとかいいかもしれないですね。よいしょ、じゃあ降りましょう。はい、じゃあもうちょっと足もね疲れてきたし、本当にそろそろ駅戻ろう。ハイパーフィットネスクラブ、ハイパーフィットネスクラブってすごいな、なんかあって、ね、なんかあれだね、結構人充実フィットネスと快適リラクゼーションだって。あ、皆さんこっち行かれるけど、こっち行くか。うわ、なんかすごい階段がある。やべ、階段がある。ハイパーフィットネスはね、あ、プールもありますね。ね、普通にね、マッサージチェアとかね、寝カフェみたいなリラックススペースと、あとね、スパ、プール、スタジオ、ジムあるんで、意外と充実してますね。あと、ここにもちっちゃい、ここにも自転車駐輪場あって、ここは24時間100円なんだな。なんかすごい入り組んでるな。じゃあ、ここから上上がっていきますか。はい、階段上がって、今、オーパーの裏手側にいますね。ここは、ここずっとね、切り通しのところを小田急線がまっすぐ走ってといったところで、こっち来て入り川湖方面ですかね、なってます。あそこの立体駐車場はなんか伊藤方かな。結構だからあれですよね、上り下りしないと駅まで行けないのがちょっと大変だな。北口の方は綺麗なマンションとか多いんですけどね。この辺も綺麗です、ね、ホテルマリノがあるんでね。あと野村証券もあるんだな、そこの裏に。これで仕入り川から戻りましたね。結構歩きましたね、これ ね、 これね。はい、じゃあここもまたね、綺麗に整備されてます。ここ行くとあれか、さっきの水戸の方に、出るんですね、多分。はい、あと駅の方戻ってきたんですけど、この小田急バスのね路線もちょっと見ていきましょう。ね、新入りの小田急バスなんですけど、これね、水の口とかですね、あとね、どこだ、読売ランドとか、どこだ、聖マリアン医科大学とかね、
あざみの玉倉方面のバスと、あとね、羽田とか成田空港のバスもあるみたいですね。まあ、結構だから新入りを起点としてこうね、放射状にいろんなところに行ってるっていうのがわかるかと思います。で、まああのイオンシネマがね、さっき紹介しましたけど、あって、あと野島スポーツオーソリティもありますと。はい、そんな感じですね。じゃあ今日は新入りが丘ですね、駅周辺ぐるっと歩いてみました。新入りが丘ですね、まあ、非常にあの、まあ、洗練された街っていうか、ペデストリアンデッキでね、この大型商業施設、ね、オーパー、ミロード、イオン、ね、といろいろ行くことができて、駅前で大体のお買い物を済ませられるんで、まあ、ファミリーにもね住みやすい街かなって思いました。で、周辺はですね、やっぱり新百合ヶ丘って結構ね、標高差が高いところなんで、やっぱり坂が多いんですね。坂が多いんで、ちょっと歩くの大変かなっていう印象を受けました。北口はですね、結構そういったね、綺麗めのマンションとか、あと小田急エクスがね、少し高級志向のエリアなんですけど、そこまで行くのもちょっと坂があるっていうのはちょっと難点かなと。で、あと南口の方は、まあ、住宅街ですね。一戸建てがずっと続いててね、まあ、こっちもね、街並み綺麗なんですけど、まあ、全般を通しているのは、この、夜遅くまでやってるスーパーとか、あとね、リーズナブルなお店が少ないですね。やっぱり、まあ、新百合ヶ丘はどっちかというとね、高級路線寄りになるので、家賃相場も高いですよね。だから、ね、ちょっとそういうディスカウント系のショップ少ないんで、まあ、イオンでのお買い物があれかなっていうところですよね。食材とかね。そんな感じですよね。で、まあ、鉄道としてはですね、小田急線の快速急行とか使えますんで、利便性はまあ、まあまあ高いかなっていうところですよね。新宿まで3駅、渋谷まで2駅、2駅なんでね。あ、そうですね、2駅なんで、そう。ん ?2 駅じゃないや。上りと下北が3駅か。すいませんね、3駅なんで、いいと思います。はい、そんな感じで新百合ヶ丘紹介終わりますということで、私のね、国内初取り組んでいるサイト、サルイキ池バス検索とか、あと、このね、街並み動画と合わせて、街の住みやすさを検証したブログ、Find My Town とかもやってますので、ぜひ概要欄から遊びに来てください。あと、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日もありがとうございました。Thank you.